の畑から高さ73センチ、幅が26センチ の、 自然の石に掘られたお地蔵さんが見つかったそうなんです。これは信仰の対象にしようかということで、当時の地元 の、 神主さんがですね、一応北向きに地蔵さんを、まあ、北向きのお堂を建ててですね、そこにそのお地蔵さんを祀ったそうなんです。でそれから以降、まあ、北向き地蔵というように、まあ、親しまれて参拝者が絶えないということなんですが、阪急電車の方のいろいろこう開発が進みまして、昭和44年に、阪急の三番街ですか、あれが誕生したもんですから、本当はこれより今より東50メートルのところにその建立されてたんですけど、その誕生と三番街の誕生と同時にこちらの方へ移されて、で今に至ってそうなんです。でここは一眼地蔵さんで、まあ、願い事が叶うということでですね、ちょっと古い話なんですけど、昭和の54年の1年間にですね、約200万のお賽銭が集まったそうなんですよ。でそれを、まあ、市の民生局の方へ、まあ、児童福祉のために使ってくださいということで寄付されたそうなんですが、ですから今もこちらの方、まあ、飲み屋さんとかいろいろこう水商売の方とか、そういう方が相当前に来られてるんじゃないかと思います。それとか通勤の方がもうやっぱり朝通るときにお参りしていったりとかね、そういうのは相当信仰を集めてそうなんです。で毎年8月の23日に、地蔵盆っていうのがありますよね。それの時には西寺さんからお坊さんを読んで、それでまあいろいろそういうのをされてじゃあどうぞ皆さんお参りされるとか。そうなんです。ここはもともとはですね、ここに大きな巨石がありましてですね、でそれを地元の人がお祭りしてただけの、まあ、小さな、まあ、社だったそうなんですけど、これが江戸時代に入ってですね、江戸時代の半ば頃にですね、梅田一帯がもう水没しようかというほどの、まあ、淀川の氾濫があった時にですね、この御神体の巨石がですね、押し寄せてくる水を歯止めしたということから、まあ歯止めの神様ということで、それからいつの頃か分かりませんけど、ハエ歯止めというような感じになったそうなんですね。それで今歯神様ということで地元の人から伝わってきているということなんです。でここにこうしてこの石、これがその時歯止めした時の巨石のこの片割れっていうか欠片じゃないかということなんで、もし歯が痛い時のこれをなでてもすれば治るということで、それで皆さんここにお参りに来られてるんですね。で大阪は明治以降に入りましてですね、歯ブラシの生産がまあ、日本一になってそうなんですよね。でそれからまあこの自然とまあ 歯の神様のまあ神経に使うという伝われるようになりましてですね、で明治にね入ってからまあ正式にじゃあこれも神社にしようやないかということで、地元の人のいろいろご尽力があって綱敷天神社の末社の方に加えられてそうなんです。ですからまあ本を書いてると思うんですけどね。それで毎年6月4日の虫の日、その時には歯ブラシ感謝祭ということがありましてですね、先ほどまあおっしゃってたんですけど、宮司さんが歯ブラシを配ってまあ感謝の印に、まあ、前に来られた人にそういうようなことを配ってるそうなんですけど、ですからまあもし入ったとかそういうのがございましたら、ぜひこちらの方へお参りしていただいて、歯を取って痛みを取ってもらうことがね、すべて治るんじゃないかと思います。どうぞ。まあ、慣れてなっておりますけど、明治の初め頃からこの茶屋町の界隈はですね、
菜の花とか、四季の草花が咲き乱れるような、まあ、あの国家的な田園風景が、まあ、あったということなんです。それでその菜の花とか、まあ、国家風景が相当いいということなんで、大阪さんが、まあ、あの その当時の南組とか北組とか天満組の人らがですね、ここに、まあ、街道筋がある。これがあの中国街道と、まあ、あの野生街道なんですけど、多分ここを伝ってですね、こちらの方へ訪れていたんじゃないかと思うんで、まあ、花を埋めて月を楽しむというような感じで憩いの場になってたんと思うんですが、それで明治の中期になりますとですね、あの商売系のある人が茶店、料亭などをこう開いてですね、で訪れる人たちをこうおもてなしっていうんですかね、今でいうおもてなしをするようになったと。でそして過去お店の方はあの客を引き付けるためにですね、あのお店であの鶴を買ったりとか、萩を売って萩の花を楽しんでもらったりとか、あるいは御所車をこう飾ってですね、それでお客をこう呼び込みをしてたそうなんです。その関係で、まあ、鶴を飼っているところは鶴の茶屋とか、萩の花があるところは萩の茶屋とか、車の茶屋とか、そういうふうに呼ばれるようになってそうなんです。でこの茶屋町とか、その鶴の町、この隣が鶴の町なんですけど、それらの名前はですね、ですからその茶屋の茶店の名前の方から取ったんじゃないかと。でこの茶屋町という名前は明治40年ですか、明治33年からなんか茶屋町というように、まあ、家に北野がするんですけど、北野村の茶屋町というような感じですね。まあ、一応そういうことでございます。ですからもう相当ここの街道筋はあの賑わってたんじゃないかと思うんですね。野生の妙見さんの方へお参りする人もおったし、この辺でまあ楽しんでいろいろ。それでその何千なさねえがあったかというと、あのその当時はまだ電気も何もなかったものですから、その安藤とかそれの燃料用のなさね油を取るためにですね、相当この一帯はもうなさね増えてたそうなんですね。それでまああのまあ、本当に綺麗なとこだったんで、まあ、花見がてらというのか、そういうなんで、まあ、来られてたんじゃないかと思います。あのお旅車です。あの本社は神山町の方にございますね。でこちらでは菅原道真公をお祭りしております。で菅原道真公が901年に左遷されて九州の太宰府の方へ行かれる時にですね、たまたまこの地に咲いてた紅梅を見てですね、まあ、猿に忍びないということで、船の友綱、ちょうど船と陸とこう綱ですね、それをこう円座状に座布団のようにこう巻いて、そこに座られてゆっくりとまあその勾配を鑑賞したということで、この綱式という名称、名前がついたと言われておりますね。でここのお旅所っていうのはもともとはその本社の方にあったんですけど、明治の10年頃にですね、この梅田茶屋町にも、まあ、氏神様が欲しいということで、その本社の方にお願いしてですね、住民の方からの、まあ、土地の寄進もありまして、ここに一応お旅所を設けたということなんですね。ですからお旅所というのは一般的には神様の臨時のこう休憩所なんですけど、ここはそうじゃなくて、実際にも神様がずっとお祭りされてると、臨時のことじゃないのでお旅所というのも、普通でしたらお旅所というのも、ここはお旅所というふうになってます。じゃあ上お参りできますのでどうぞ。その綱敷展示画家である武尊、まあ、聞いたことあると思いますけど、いつかね、
です。この方はあの手間の向こうのね、宮古島のところに、あの生まれた方なんで、大阪が誇る、まあ、日本の有数な方のね、あの俳人であり画家であるという方のブソンですね。でブソンさんがあのここら辺の菜の花の、そういった名前を出します菜の花の花とやった自分の感動者ですね。菜の花や月は東に、日は西にと一回は聞かれたことあると思いますけど、この歌をここで読まれたっていうのがですね。ですからあの、まあ、スタッフの中でもやっぱりブソンさんというのはあのかなり知名度の高い方で、まあ、誇れる人だということになります。でここの、まあ、秘典、これができるときにあのここに火を建てられたというのでございます。で、まあ、ブソンはこの当地の近くで生まれたというふうに書いてますね。手間村と淀川下流の一帯に、綿と菜の花、菜種の産地で、春日和の日に川岸に登ってよく遊んだものだと彼は言ってますと、回想してますと、そういうことで鮮やかなその菜の花畑と広々としたところに焼き付いたものを歌に歌ったということでございます。1774年ということですから、まあ、江戸時代の中頃ぐらいですかね、いうことで、まあここに火があるということをご案内させてもらいます。まああの武蔵さんの中のいろんな歌の中にです、武蔵さんというのは実はこういう方なんですよね。わかりますかね。上のこの絵が上の方。うん、で下はあの自分の描いた絵です。絵ね。何回か見られたことあると思いますけど。はい、であの他にですね、武蔵の歌ご存知の方ありますかね。春の海、ひねもすのたりのたりだな、さみだれや大河の前に家に建と、まあ、この辺りが有名なところなんですけど、まあ、ここに菜の花やっているんでね。ということで、まあ、その歌は、この俳句というのは、その世界がね、イメージが、こう、ああ、菜の花が咲いてひねなところにっていうね、あるいは、おじさんが東、西やなと、そういう、こう、イメージが広がると、世界広がるっていうのがね、まあ、俳句の方でよくご存知だと思いますけど、そういうところなんで、こういうので非常に、まあ、やや、相当あの絵画的というか絵を見ているような感じがね、するっていうのはね、あの、ひねもすのたりのたりかにしてもね、そういうことなんで、まあ、この辺あたり、皆さん何回か来られたとは思いますけども、こういう埋もれたものがあるということでご案内させていただきました。じゃあちょっと戻って、これから中津の方へ行って、このガードの下になってますけど、まあ、園芸に、あるいは俳優を目指すような人とかね、あるいはここで卓球ができたり、いろんな掘り下げていきたいと思いますので、いますので、まあ、あのそこのちょっと今日のご案内の中に消える方が最後に書いてましたけど、もうそこがあの南蛮美術館ですので、まあ、帰りに、まあ、理由解散になりますけども、あと大手職員さんになるようにそこまで帰らないということで、何から見たら、500円で何時か食べていうふうになります。